ストレンジャーシングスのシーズン3見た。あー、俺ストレンジャーシングス見てないんだよね。一個見てないの？なんで？いや、なんかみんな見てるじゃんか。流行り物に乗るのがあんまり興味ないっていうか。お前それ人生損してるよ。騙されたと思って一個だけ見てみて。いやでもな、一個やったら重さ伝わらんからな。3話見よう。多分ね、3話見終わった後に俺に感謝すると思う。こんないいドラマ進めてくれてありがとうって。 I just wanted you to know。I just wanted you to know。 え、お前それストレンジャーシングスの L のシャツじゃん。え、もうバレた。ちょっとやめてよ。買っちゃったんだよね。お前先週までなんかあんなに流行りもんは見ないっつってたのにめっちゃハマってんじゃん。お前お店の前撮ってたらさ、これがあって、いやもうこれ運命っしょっつって買った。I just wanted you to know。 もうすぐさ、13の理由新シリーズ出るじゃん。超楽しみじゃね。おー、まあ俺 Hulu 派だからさ全然興味ないんだよね。でも Hulu って有名な映画多いけどオリジナル少ないよね。I just wanted you to know。 ほえー、ストレンジャーシングスめっちゃ面白いじゃん。このまま一晩でシーズン3まで見ちゃおうかな。あ？落ち着け。こいつはきっとあれだ。 Wi-Fi には繋がっているが 4G の表示になってるだけだ。通信制限はまだ遠いはず。そうだ、コントロールセンターを確認すれば分かるんじゃないか。この一本だけちょっとなんかブログっぽい感じで出しちゃうんですけど、メインブラックっていう風に調べてます。こんな感じでね、メインブラック1とメインブラック3がある。2だけないって何？ I just wanted you to know。 はい、今日の動画は以上になります。もしよかったらいいねとコメントと登録をお願いします。で、あと一つだけ、個人的に僕がおすすめなドラマをみんなに紹介しようと思うんですけど、 Amazon プライムのザ・ボーイズっていうドラマが最高に面白いです。すっごいダークなユーモア満載のジャスティスリーグのパロディみたいな感じです。まあ自分で言ったあるあるに自分からハマったわけですけれども、めっちゃおもろいんでぜひ見てください。はい、それではまた次回お会いしましょう。皆さん